では本日の統一論題のテーマ、これはもうご案内の通りでございますが、GVC はどこに向かうのかということでございます。本日のですね、ご報告、ご講演は、これはもうご案内の通りでございますので、時間の関係で割愛をさせていただきます。会員のお二方、外部のお二方、そしてオンラインでご参加いただくお二方と、こういうことでございます。GVC 研究ということですが、これを整理するとこんな具合になるのかなということが言われているように、理解しております。GVC のですね、組織構造、そして企業戦略、これがメインということになるんだろうなということですが、この GVC のありようにですね、影響を与えるレベルとしましては、ミクロレベル、マクロレベルと、両方あるわけですけれども、本日の井口先生のご報告は、GVC のガバナンスということかと、私は理解いたしましたので、そういう意味では GVC の組織戦略、それとミクロレベルの影響ということかなというふうに理解をいたしております。以下ですね、マクロレベルの影響ということをですね、私なりの理解をですね、ご紹介をして、共通のベースにしたいかなというふうに思っているところでございます。次です、2000年代、少し時代を遡らさせてください。21世紀の最初の10年でございますけれども、これはまさにグローバリゼーションの急進展ということかなと思います。で、この時のグローバリゼーションという意味ですけれども、ここでは、フラグメンテーションとアグロムレーションと、ダイングアンバンドリングということで、考えております。このグローバリゼーションによってですね、新興国、とりわけ東アジアで、経済成長が続いたということであります。GVC に参加することによってですね、経済成長のトラックに乗ったということかなということでございます。つまり、制度によって、GVC によって距離の脅威が克服されたと言えるのかどうかと、取引コストが下がってですね、多数国を巻き込んだ広く長い GVC が結成されるようになったと、こう言えるのかどうかということかなというふうに理解しているところでございます。ところが2010年代になりますと様相が変わりまして、まさに踊り場ということでして、2021世紀の最初の10年の成長率に比べるとガクッと落ちたわけですよね。世界経済全体、FDI、世界貿易、その他ということですので、コロナの影響はとても大きいんですけれども、実はその前からすでに GVC の変容が始まっていたということが言えるのではないかということを確認をしておきたいと思います。その要因といたしましては、まずは政治を考える必要があるだろうと、日中、中韓、そして米中でございますが、米国のですね、中国を見る目というのが明らかに変わったわけですよね。いわゆる関与政策が、あまりうまくいかなくてですね、唯一の競争相手になったということだろうと思います。他方、新興国自体も変わったわけですよね。新興国の地位向上というのはありますけれども、2000年代最初の10年はですね、量的なものだったかもしれません。ところが21世紀になって、そして今、そして今後ということですけれども、質的に大きく変わっているということです。ここでは中国を挙げているわけですけれども、輸出に占める外資系企業の比率がガクッと下がり、外国由来の付加価値もガクッと下がりというわけでして、最初の10年のですね、ように、先進国、新興国の生産分業と、いうような単純な図式はもう成り立たなくなってるんだよねということでございます。これに対するですね、対策としましては、よく言われることでございますが、経済合理性を一定程度担保した上でということになりますが、強靭化と復元性をどうやって担保するかということになろうかと思います。藤田先生の本日のお話は、ASEAN のサプライチェーン強靭化ということでございますので、もしかしたらこの辺と関連するかなというふうに理解しているところでございます。サプライチェーンから GVC へと書きました。2010年代に入りまして、いろんなことがあったわけでしてですね、チャイナプラスワンということが言われましたけれども、全体として見るとですね、日本企業に関して言うと、問題意識は高いんだけれども、それは進んでないということがあるかもしれませんが、ここにあります中国のデータ関連基本法というのが制定されましてですね、そうしますと、サプライチェーンというだけではなくて、研究開発も含めて全体、
グローバルチェーンどうするんだということになってきますので、これはこれからの課題ということになるかもしれません。サプライチェーンのですね、再編の先端事例ということに関しましては、新宅先生からご紹介があるかもしれませんし、米中の対立の中における台湾の位置づけですね、TSMC ですけれども、この点に関しましては川上先生からのご指摘があるんじゃないかというふうに思っているところです。米中のデカップリングということですが、まあ、これが GVC に及ぼす影響ということです。まあ、一言で言いますと、2000年の最初の10年のようなことは、まあ、続かないと、もうすでに変わっているということですね。で、今後どうなるんだろうかというところがポイントかと思われます。さあ、将来に向けてということです。ここはちょっと私にはもう、手が及ばないところでございますが、技術革新によってですね、グローバリゼーション、それ自体がそれほど必要なくなるのかどうかというところですよね。ここはちょっとまだ分かりません。あるいは地球環境社会問題パンデミック、これがどうなるんだというところに関しては、まあ、今後見る必要があるんじゃないかというところでございます。